なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だ。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレン探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何？依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。敵君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。なんだ、テレビがどうかしたか？こっちよ、飛びなさい。
私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでもモントリーでも略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。知らないなら知らないで、特に問題の時が来ればおのずと知ることになるはずだから。私があなたを呼んだ、それは少し違う。あなたが私を呼んだ。あなたはデジモンと深く、その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。